先日、一応アメリカ領のハワイに神さんと行ってきたんですよ。でそれ今日の話と関係あるのでよく聞いててくださいね。コーヒー飲みます、ハワイで。だいたい1200円です。で粉コーヒーっていうハワイで有名なコーヒーだと1800円します。だから日本のコーヒーって400円ぐらいのが多いからだいたい3倍。 OK、 ここまでいいね。ハンバーガー食べました、3000円です。ね、ちょっといい和牛っていうのが入ると4000円になります。で日本でいうと、まあ、ハンバーガーちょっとお高めでも1000円ぐらいでしょ。ってことは大体3倍、よろしいですね。でそれからね、ステーキ食べに行ったんですよ。ステーキをかみさんと2人でね、やっぱり旅行の時だから思い出作ろう、思い出作るにはステーキな、思い出ってやっぱり肉じゃん。ね、東京行ったら焼肉マフィアで肉じゃん。そう、なのでステーキ行ったんですよ。ステーキ1人3万円でございます。2人で6万円。だから日本のステーキ、あ、日本にもあるウルフギャングっていうお店なので東京にもあるんですけどね、まあ大体3倍です。でラーメンは食べなかったんですけど、ラーメン1杯アメリカでは3000円です。日本だと1000円、ちょうど大体3倍。あ、皆さんご一緒に3倍なんですよ。これアメリカっていうのは別に一つの国だけど世界標準価格とも言われてます。絶対法則ではありませんが、やっぱりアメリカ経済が伸びると他のドル以外にも影響を与えるでしょ。なので世界のど真ん中とは言えないんだけども、大体標準価格はアメリカの価格と大体言われてます。つまり世界標準価格の3分の1の国、日本です。でもさ、日本で働いてる、例えばラーメンで行こうか、ラーメン分かりやすいね。日本でラーメンは1000円、世界標準価格のラーメン3000円。でもさ、日本のラーメン屋さんで働いてるアルバイトの子の時給って1000円じゃん。だから1時間働くとラーメン1杯よね。アメリカのラーメン屋で働くと1時間時給3000なんですよ。同じじゃね。1時間働いたらラーメン1杯アメリカ、日本でも1時間働いたら1杯、問題なくね。いやカフェだってそうですよ。日本だとカフェはコーヒー1杯400円で、向こうだとアメリカだと1200円でしょ。でもカフェの店員さんのアルバイト代、日本だと1000円ね、アメリカのカフェだと3000円、同じじゃん。なんか問題あります？もちろん家賃っていうのは場所によって全然違うよ。日本だってね、東京の家賃とさ、あの愛知県の端っこの家賃って全然違うでしょ。愛知県の端っこって家賃ほとんどタダみたいなもんじゃん。愛知県って名古屋の一部だけが物価が高くてあとタダみたいなもんだからさ、ね、だって愛知県の端っこの方の人って、あの東京とかでたまたま誰かに会ってどこに住んでるんですかって言ったら名古屋って嘘つくでしょ。だからね、僕は仙台出身なんでその辺の中ニュアンス分かるんですけど、まあいいんですけど、家賃だってざっくり言えば日本で1ヶ月暮らすと家賃が10万円だとすると、アメリカのニューヨークとかだと30万なんですよ。いいじゃん、ちょうど向こうの物価は3倍で家賃3倍で時給3倍だったらよくね。日本のサラリーマンでいうと1ヶ月のお給料30万だとすると、アメリカのサラリーマンの給料90万なんですよ。いいじゃん、何が問題なの。日本の経済問題ないじゃないですか。問題大ありなんですよ、大問題なんですよ。なぜかっていうと、私たちは世界とつながってしまっているからです。例えば皆さんスマートフォン持ってますよね。じゃああなたの持っているスマートフォン全部国産のパーツで作られた国産品ですか？違うでしょ。 iPhone とか持っちゃってないねえ、アメリカの商品じゃないですか。 Amazon で買い物したことがあるっていう人手挙げてもらっていいですか？このアメリカの属国人か。今から分断できますか？日本以外の商品一切購入しないで生活できますか？例えばこのレジェンドホール、今から作ろうと思ったら国産品だけで作れますか？
ないと作れないんですよ。これからお家を建てる人だって、会社を作る人だって、日用品だってそうです。私たちはもう世界とつながってしまってるんです。食べ物ですら世界中からもらわないと今の豊かな食事体験はできません。なのに3分の1なんです。大問題なんですよ。だって日本で働いて30万しか稼いでないのに9倍の物価のものを買うんですよ。苦しいでしょ。 iPhone が高くなったって騒いでませんか。言っていいですか、アメリカでは高くなっていませんからね。だってアメリカは iPhone の値段が上がるのと同時に自分たちの給料も上がってるし、他の物価だって同じように上がってれば、上がってないんです。でも日本だけは賃金上がってない、物価上がってない、だから海外製品が高くなったと感じてるのは日本だけ。他の国は高くなったと感じてないの。最近物価高で大変で騒いでるのは、まあ他の国もちょっとは騒いでる、ウクライナの分があるから。でもそうじゃなくて、世の中の長期的な流れで騒いでるのは日本だけなんです。大問題なの。日本で一番、いや世界で一番経済的に問題抱えてるのは日本なんです。ちなみに30年前ビッグマックの価格日本でいくらだったか。390円です。もう勉強しましたね。日本の価格の大体3倍がアメリカの標準価格、世界標準価格だったね。じゃあ30年前アメリカでビッグマックいくらだったか。380円です。日本より安かったんだ。つまりこの30年で我々は間違いを犯したんだよ。アメリカと同じ価格だったところから世界標準価格に私たちも行かなきゃいけなかったんだよ。今頃アメリカと同じ世界標準価格、つまり今よりも3倍の物価にしていれば私たちの賃金も3倍にできたんだよ。ところがずっと安売り安売り安売り、ディスカウントディスカウントディスカウント、安いことはいいことだ、消費者の味方だ、ふざけるな、どこが味方なんだ、子供たちに言えるのか。僕はこう思ってます。今50代60代70代80代の人、俺たちが犯人だ。そうでしょうが、我々の世代でやったんだよ。我々よりも上の世代は世界標準価格でやってたんだよ。でもこのたった30年でやっちまったんだよ。3分の1の国を作ったんだ。だから僕は思ってます。50代60代、まあ、40代も入れとこう。ああ、じゃあ40代もちょっと頼む、力貸してくれ。もう60とか70とか80になると頭が硬くて言うこと聞かねえから、40代まあまあ柔らけえ、40代もこっち来てくれ。まあまあ多そうだし今日。だから我々の世代で変えないと子供たちが貧乏な国の人としてもしかしたら豊かな国に使われるようになるかもしれない。そんな未来がもう見えているので今日のことを学んでほしいんです。今日これから僕が喋る内容と本を手に入れると変えられます。ちゃんと論理的に間違ってるんで、論理的に正しくできるんです。感情論は置いてください。ちゃんと論理的に考えてやるべきことを淡々とやっていけば、この30年の間違いを私たちの代で清算できるかもしれない。これから30年頑張ろう。30年かかるかもしれない。30年かけて積み上げたこの罪を5年10年で返すのは難しいかもしれない。でも今から変えなかったらさらに先送りして我々の子供だけじゃなくて孫たちの代までやっちゃうんだよ。それはやらないようにしたいなと思う強い思いがあるので、今日の講演会過去一熱い講演会になります。